もともと我が党は疑惑の解明、真相究明とね、政治家の政治的、道義的責任の追及というのは、証人喚問でやるべきだと、嘘をつけば偽証罪に問われる、そういう場でやるべきだということを主張し続けてきました。やっぱりそういう方向を取るべきだと。なおかつ、今日の小沢さんの会見聞いてるとね、この民主党の選挙にプラスになるなら、あるいは予算の審議の促進に役立つなら出てやってもいいぞと。自らその、なんていうかな、疑惑解明のために国民の前に出てきて堂々と事実を語るという姿勢じゃなくて、本来出る必要ないんだけど、まあ国会審議促進と選挙に役立つなら出てやってもいいぞと、なんていう姿勢かというふうに思いましたね。っていうのが感想です。その小沢さんの、その政令市の出席については、国会審議が進むなら通常国会の冒頭にと、そうじゃないなら予算成立後という、今の条件をつける形でしたけど、この点についていや、だからそういう条件をつけることは論外だというふうに思います。もともと我々政倫審というのは、この非公開で、疑惑をかけられた議員の弁明の場ですから、真相究明、政治的道義的責任を明らかにさせる場としては、証人喚問が、当然の場所だというのは一貫して言ってましたから、時期の問題もあるけれども、やっぱり証人喚問をやるべきだという態度がいよいよ大事になってきたんじゃないかという実感を持ちました。小沢さん、これまでですね、再三の菅総理岡田幹事う長の要請に対しては、ずっとその自分が出ていくその理由、道義的な理由がないというふうにずっと否定してたんですが、今になってですね、急にこの方針転換、どういう思惑なのかというのを、先生、どういうふうに見ていらっしゃいますか。いや、そこは民主党に聞いてもらわないとよく分かりませんね。どういう力学が働いたのか、不思議な党ですね。まあ、幹事長と代表が再三再四説得して絶対に出ないと言ってたのが、一日でころっと変わって、しかも条件をつけて出てやってもいいぞと。なんという、なんだか国民に対して真摯に事実を解明して疑惑を晴らすという姿勢に立つというのは、微塵も見られないというね。で、そういう人をきちんと、なんていうかな、対処できない統治能力のなさというのは、やっぱり政権党として何たることかと。しかもね、今、怒りが強いのはね、暮らしが大変でしょ、雇用も大変だ、社会保障も大変だ、そういう時に、いつまで何やってるんだっていうのが、やっぱり怒りだと思うんですよ。だからこういう問題に、やっぱりきちんと国会の場でけじめつけてね、我々はもともとこれで予算審議を遅らせたり早めたりとか、そんな立場、共産党は一貫して取ってないわけですから、審議は審議としてやると、正々堂々と。いう立場ですから、なんか党利党略ですよね、今日の話聞いてると。そういう意味では、岡田幹事長は与野党の幹事長職局長会談の約束を履行したとはまだ言えないんですか。言えないでしょう。国会に出てきて、きちんと説明する環境整備に努めると、しかもできるだけ今国会中にという約束をされたわけです。まずは今日の話は、まず政倫審だということで論外だということもあるけれども、時期も定かでないし、選挙に役立つならば、予算審議の促進に役立つなら出てやってもいいぞと、それはね、与野党の職局長幹事長会談の合意とは違いますよ。何らかの形で国民の前にきちんと説明をする必要があると、民主党としても考えるというのが、菅さんもは岡田さんも言っておられたことですから、今日の話はそうじゃないよね、出てやってもいいぞという話なんだから。全然違いますよね。